速攻アーセナル猛攻なんとか耐えてスパーズに勝利と見やす躍動もらや。前半だけで3点はマジででかい。正直あのオフサイドで完全に試合決まった感はあるな。富安いい仕事してる。アーセナルってなんでこんなにアウェイで点取れるのか不思議。富めっちゃ惜しい。富安今の決まってたらほぼ 1G2A だったな。決まってたら実質ハットトリックだったのにな。富安この試合でゴール決めたら追加であと2年はアーセナルいられるぞ。ラヤが試合をかなり難しくしてくれたな。ラヤのあれなかったらもっと楽な展開だったはずなのに。セガヒでもあと1点守ってくれって思ってたらちゃんと勝てたからよかった。ラヤ残り試合頼むよ本当に。マジ危ねえ。タイター最後マジよく守った。前半終了時は強豪でいけるとか思ってたら最後ヒヤヒヤだったわ。ラヤのワンプレイがエンターテイメント性もたらしてみた。